はい、皆さんこんにちは、ガミックスです。ドラゴンクエスト3、今ですね、アリアハンのルイーダの酒場の上の登録所に来ております。で、今回はまず商人の、町のイベントをやって、まあ、商人連れてくために登録して、で、そこからまた応募集めをやっていこうと思います。で、まあ別にこれも一瞬でいなくなるから何しようかな。町づくりか、奴隷として使ってもらおう。いいよ、奴隷あげるよ。奴隷くん。で、まあ女だとちょっとかわいそうだからね。商人。ご希望の条件。この人が見つかった。奴隷が見つかったか。いいよ。種。任せるよ、そんなの。どうでもいいよ。体力、体力。運の良さ。力。賢さ。さて終わりました。わがままさんのようですね。まあいいよ、わがままなやつ連れていこう。めちゃくちゃ揉めそう。いや、こんな街にしたくないっす、みたいな。で、一旦外すのは、まあ、魔法使いでいいでしょう。で、お預かりはしなくて、呼び出しで、奴隷呼び出して、わがまま奴隷。奴隷がわがままってなんかもう、生意気だよね。じゃあちょっと一旦数の裏へ飛んでから、行きましょう。到着。ここに来るまで戦闘したんで、奴隷のレベルが5になってます。奴隷を連れてきたぞ。コキ使ってくれ。奴隷ここに置いていく。お願い聞いてほしい。いいよ。奴隷旅諦める。骨ここに埋めるか。もう奴隷なんだけど、それでいいよ。マジで奴隷の意思ないな。勝手に俺が決めていく。奴隷と二人町づくり始める。わがままだぞ。大丈夫か。私はここに残ります。袋の中に入れておきます。俺にいいこと教える。大陸の真ん中、数の村にある井戸の周り調べろ。あ、これで一応イカズチの杖の情報は手に入るのか。さよなら、勇者さん。あなたと旅の思い出は一生忘れません。なんか思い出あった？俺は何にもないけどな。じゃあ魔法使いを回収しに帰ろう。で、お次はちょっとランシールのイベントを進めていきます。で、こっち開けられんな。イエローオーブは人から人へ世界中を巡っている。やまびこの笛であっても探すのは難しい。これはあれか、多分商人イベントのやつか。確かに街が発展しないとイエローオーブ出ないからね。わしには見える。旅先で別れた仲間がいるとすれば、そのものが希望をもたらすであろう。これ完全に商人イベントの話してんな。じゃあ入って、で、戦闘の人が多分行くはずだから、ちょっと刃のブーメランにしよう。だいぶ下がっちゃうけど、刃のブーメランと、あと一応あれだな、どこだ、アサシンダーガー持たせておこう。刃のブーメランと大して変わんねえのか。薬草ちょっと1個くらい予備で持たせておこう。なんとなく。盗賊よ、勇気を試される神殿。一人でも戦う勇気がお前にはあるか。あります。あ、宝箱ここにあんじゃん。先にこれを回収しておこう。しかも小さなメダルだし、やったぜ。行ってきます。さて、どれくらいの敵が出るっけ。一人旅だからそんなに強いやつはなんか出なかったと思うんだけど、メタルスライムが出ている。倒して、いやでも無理だな。先にでもハンターフライは始末しておきたいから。あ、どうする、メタルスライム。ここで1当たる。当てた。逃げんな。逃げた。一人だから無理だな。倒せねえ。みんなでボコせるわけじゃないから。392。あ、これはあれか、永遠にループするな。いや、なかなか強いやつ出てきてない。敵2ターンで全員キルはできないか。3ターンかかるか。やっぱりちょっと盗賊の火力が少ないからな。
袋から薬草使おう。で、こっち。あ、宝箱はあるね。ベビーサタンはまあ、マジックパワーないかんね。変なの唱えてくるけど。消えろ。うわ、かわされんかい。覚えてるだけすごいよね、イオナズンを。やっぱり結構、ちょっと苦戦はするな。防御力は高いはずなんだけど、248円。こっち側は？この場合、無知の方がいいかな。無知でどれだけダメージ変わるかだよな。でもまあ、全然ダメージ受けないな。やはり防御力は高いから。耐えて耐えて。ブーメランで一掃できるだけ減らす。初手で30いかないくらいか。28。てか1戦闘につき1回くらい薬草使ってんだこれ。大丈夫か。やった、小さなメダル。真ん中は完全に行き止まりになってんの。ああ、宝箱あるね。賢さの種。さて、こっちも宝箱。よしよしよし。終わったー。ミミックいるんかいー。ちょっと待って、これ命令させろにして。全員も盗賊もないんだけど。アサシンガーガーに装備しよう。倒してくれ。ゾキ死んだー。ふざけんな、マジで。死んでしまうとは仕方のないやつだ。もう一度やってみるか。やってみます。マジスーパートラップなんだけど。鋼の鞭91か。あー、91は強いな。ちょっと鋼の鞭にしてみよう。やっぱりそれで先へ進みます。よっしゃ、急所ついた。マジアサシンだが、対メタルスライム用。これめちゃくちゃ経験値もらえんじゃねえか。4500。でもレベルが上がんねえ。やっぱりあれだな、鋼の鞭がいいかもしんない。レベルが上がった。20。13も上がった。さて、ちょっと減ってはきたから、薬草を使って、でこれでさっきのところに来ました。先へ進んでいきましょう。もうミミックを相手にしない。あー、メタルスライム。でもさまよう鎧先に倒しておきたいよな、やっぱり。アサシンラガーはもうちょっと一回役に立ったから、それで全然よしとしよう。だって4000の経験値ってめちゃくちゃでかいもんね。2ターン目でどれだけ倒せるか。ゲー、そろそろなんかアサシンラガーもう一回かける。メタルスライムいけ。ダメだ、逃げられた。しかもポイミスライム呼ばれたし。これ刃のブーメランしよう。いけ。おお、いいね。使いこなす。武器をちゃんと使いこなす。ここで盗賊めちゃくちゃ強くなりそうだな。広っ。とりあえず右から行ってみる。さまようよ。これはもう完全に鋼の鞭。グループは鋼の鞭案件。あ、全然ダメージ食らわないな。ホイミスライム、うっとうしい。2人は倒せるよね、これ。鞭で。ホイミ。いやー、回復されたか。これはめんどくせえな。ホイミスライムから倒すか。2体倒せんね。また呼ばれてるよ。いや、でもこれは攻撃する。2人はっけー。沸騰し、ちょっと1体減らそう。回復されなければさまよう鎧だな。これで2人倒して、やっ
っぱり経験値4倍マジででかいわ。大変だけど。でここの階段行って、どうなってる？宝箱があって、ちょっとこれメタルスライムやっぱ先に倒したい。いけ、よし、急所、急所率高くないか、マジでアサシンだからすげえぞ。あとはこのアットベアを倒すだけ。逃げてった。まあさすがにねレベルは上がんないけど、4000、大地の鎧、いいの手に入れたな。これはもう勇者案件だな。あんまり買い物で勇者の装備整えてないからな。で、じゃあちょっと上行こう。また下に降りる階段か。ああ、でここっぽいね。上か下か、上から引き返せ。これ何なのマジで。これで引き返す人いるの？いや怖えみたいな。まあ怖えとは思うけど、引き返すほどではないと思うんだ。あ、しまった、マージマタゴからやればよかったな。あいつどうせ甘い気やってくるでしょ。まあことは無駄。ダメージ自体は大して変わんないから、攻撃の。ちょっと鬱陶しいやつから先にやってくる。これで2人は倒せる。あとキャットフライも倒せる。66か、ちょっと1回使おう。え、これどうする？これはなんか刃のブーメランでいい気がするんだけど、どうでしょうか。ヒャドは、ヒャドでも仲間に来るとき、仲間っていうかこっち食らうとき30は食らわないからね。同じくらいの火力化を出されると結構きついけど、引き返せ。何も聞いてないし、そもそも。ああ、これもちょっとブーメラン案件だな。やばい、ギラはまずい、ヒャドはまずい。やっぱヒャドの方が強いな。なにー、マッドオックスは倒せなかったか。で宝箱、小さなメダルで、ブルーオーブゲットで、下から行ったら多分何もなかったな。あれ、これさ、リレミト持ってないから歩いて帰んなきゃダメ。2つ使おう。じゃあちょっと歩いて帰ります。レベル21、あ、ヒットポイントが黄色くなってしまった。レベルが上がったら、あ、レミラーも覚えた、やった。薬草使おう、2つ。帰ってきたぜ。心配したぜ。でも無事でよかった。一人で寂しくはなかったか。いや、寂しかったよ。根っからの一匹狼というわけか。野暮なことを聞いてすまなかった。え、一匹狼ってそういう感じなの？本当は寂しがり屋なんだけど、なぜか一人でいるっていう。ちょっと刃のブーメランを装備してよ。お渡しして。よし、これでめちゃくちゃ強くなったかな。盗賊が。メタルスライム2匹倒せたのはマジででかい。そしてレミラーマンも覚えたから、あ、ちょっとレミラーマン覚えたからさ、何個ある？宝はない。じゃあいいや。で、じゃあ次飛ぶのはジパング。いけっか、これ。このレベルでジパング、ちょっとヤンタノロチ無理だな。さすがに無理だな。え、じゃあどこに行くの？オーブって今どうなってるっけ。2つ手に入れたのか。で、イエローオーブがあそこでしょ。あとレッドオーブか。レッドオーブが海賊のところだ。ちょっと待って、海賊のところ行こう。これアリアハンから行くのがいいかな。まあマジックパワーはあるからこのまま突き進むか。ちょっと海賊のところへ行きます。ダイオウイカはぶっ倒して、メラミー
ヤマタノオロチってメラミ聞くのかな。勇者レベル17。10に上がった。ラリホー。あれマジックバー上がった。で結局夜に着いちゃったけど、まあオーブはこいつらが持ってるんだよね。盗賊の花、宝はない。どこへしまったっけ。一応じゃあちょっと朝にしよう。この周りで戦って朝にしてまた来ます。なんか上の方にあった気がするんだけどな。まあいいや。ここら辺の敵の強さを確認しよう。は？すげえんだけど。まあ倒せなくはないでしょう。でもバギーこいつ2回攻撃。誰？赤いラインってコングはあのシャーマンをこいつでしょ。でコングで地獄の鎧かだ。赤いライン今こいつか。89倒した。普通に攻撃してんな。うわ死んだ。マジかよ。コングの攻撃力が強いのか。地獄の夜に魔法使いも狙われるとまずいな。ルーラで飛んでこれないっていうのが痛いよな。ここ帰ります。じゃあ朝になりましたのでちょっと行きますか。ここら辺の敵ほんと強えわ。コングとかマジで火力高すぎるし。でみんな出払ってるんでここへ行けます。あなんかある。盗賊の花1個。デビラマ使おう。おお、キラキラキラ、いいね。小さなメダル。こいつなんで捕まってんの。夜になると海賊どもが帰ってくるぞ。はなんで捕まってんのかがわからん。オーブはここじゃないな。やっぱ上だな。この上あるはず。ほら岩があって階段があって、まあ別に俺たちが使う分には海賊さんたち文句言ってないからね。力の種、ヘビメタリング、レッドオーブ、これで3つ目。で一応レミラマない。じゃああと一応お金預けてヤマタノオロチ挑むだけ挑んでみるか。多分まだ勝てない気がするんだよね。だから死ぬからお金を預ける。5000円全部預けよう。1万2000円か。それなりに預かってんな。でジバング行ってで入ってちょっとまずは情報収集から。ジバングへようこそ。金太郎みたいなやつに外人だ。大好きな弥生姉ちゃんが生贄にされた。盗賊の花4個。レミラーマキラン、いいね。布の服とか。一人娘が生贄に選ばれてしまった。で壺3つ。力の種、小さなメダル。でここはあれなんだよね、人の頭が見える。弥生お願いでございます。お見逃しを。もうひととき生まれ育ったふるさとに別れを告げさせてくださいませ。こんなところで。でここもレミラマ。おお2つ。不思議な木の実。次の生贄は私かも。毒ガの粉。そうだよな、女性少ないからな。でここまずそもそもフロアに宝はない、うん、無駄だ。じゃあ生贄を捧げなければオロチがやってきて皆を食べてしまう。生贄ってどれくらい持つんだろうね。その一人捧げたら。木の帽子、男の子でよかった。娘だったらいつ生贄にされるか心配ばかり。生贄食べました。で1年持つとかだったらね、1年に1人っていう感じだから、うん、
まあ、どうなんだろうね、その人口にもよるけど。でこれも宝は取り尽くしたから、次ここ5個、いっぱいだ。卑弥呼の屋敷、外国ではそのような入り立ちをしているのか。じゃあここの壺とか、あ、いっぱいだ。ちょ、待って、こことめちゃくちゃ効率よくなったんだけど。で小さなメダル、最小限の予言によって選ばれます。最小限の探索でよくなってるからね。鱗の盾、稽古着、ピンポイントで開けていくから、これで4つか。あとこっち側かな、この米俵みたいなのにはないか。卑弥呼様もオロチには頭を悩ませている。でここ不思議な木の実、退治できたら喜ばれるのに。でこいつは卑弥呼の部屋、なんじゃお前は。はい、答えずともよいわ。外国からやってきた外人をこのまま早々に立ち去れ、いらぬことをせぬが身のため。なんかオロチはどこにいるよみたいな情報は別に誰かくれるわけではないのか。なんかこっちにもいるな。弥生は逃げてくれただろうか、祭壇に縛りつける縄を緩めておいた。あ、でそれがこっちか。ちょっと待って、マジックパーがねえわ。あのジパングに宿屋ないんで、こっからで寝なきゃいけないんだよね。魔法の盾がなんか火炎の息とか吹いてくるから、ヤマタノオロチ、それを軽減できないと多分結構きついと思うんだけど、軽減できるもんなんてあんのか。そう、まだ一歩足んなかったわ。ちょっと待って、じゃあヤマタノオロチ戦の前に一回種を使うか、そろそろ。で、袋整理の種別順にして、どこだ、力の種はちょっと盗賊にやりたいんだよな。23210くらい上がるんじゃんこれ。22なんかお金3よし。で素早さは勇者でしょ、これ全振りな。5678 9、あ間違えた、そうじゃない、ちった。いやでスタミナってどうなの、まあいやよくわかんないから勇者のところとりあえず。なんか賢さもなんか勇者のところ良さそうだな。別に今さら魔法使いとかドッピングする必要なさそうだし。でラックも勇者で、命の木の実はちょっと魔法使いだな。最大ヒットポイント232、なんか上がりが良くない。44で不思議な木の実は勇者でしょ、これマジックは全然ないからね。33、まあまあまあ悪くない、 OK、 これでいいか。てっちょもう一回寝よう金の無駄、88になっちゃった。あ魔法使い僧侶のヒットポイント超えてるわ。あれでも賢者になったらまた伸びが変わってくるか。で一応ダンジョンもあるからな、行き止まりだし。これヤマタノオロチ倒すと草薙の剣手に入るんだっけ。なんかファミコン版だとなかった気がするんだけどね。盗賊の火力が上がっているやっぱり。対一人用の武器を持ってきてないからね無知で頑張るしかない、無知とブーメランで。まあ今回ちょっとお試しだから、ちょっともう死を覚悟してきてるから。蘇らせるのにも金かかるしな。鬼面同士、お40当たるようになったわ。メダパニ、なんか様子を見ているメダパニだな。ベギラマ、これ溶岩地帯でベギラマなんて、もはや常にベギラマを浴びてるような暑さだからな、溶岩で。
どっちだ、なんかあんま宝箱がないね。行き止まりばっかりで。ウェータルスライムがいっぱい出てきた。ちょっと待って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 、これはマジ一匹は倒したいよねってこと。しまった、あれ持ってきてね、しょうがねえ。これね、無理なんだよ、全然ダメージ当たんないんだよマジで。会心も出ないからな。おっしゃ、急所ついた。急所つくのマジいいわ。もう1体目以外無理じゃない。よし、2体倒した。急所は無理、逃げられたか。まあまあまあ、2体だったら全然いいでしょう。勇者もレベル上がったし、18、すーげー上がったんだけど、めっちゃくちゃ上がったんだけど。ちょっとアサシンダガーがどうしてもあれだな、あの袋に入っちゃうな。メタルスライム出てくるんだったら下に降りられんな。ちょっとこっち先に見よう。あ、宝箱ある。ハンニャの面とか。いらねえ。呪われてるからね。めちゃくちゃ防御力高いけど、混乱状態になるんだよね。装備してると。おっと、まとってる。ちょ、またまたまた。もう、ガンガンでいいでしょ。ガチ中のむずい。メラ。これで倒せると踏んだか。8。行き止まり。ああ、右はこれあれだね、進む方だね。上だけちょっと確認しよう。なんかある、なんかある。盗賊の花。え、宝もうないんだ。ここが祭壇か。で、ヤマタノオロチがいて、ちょっと、かっかこう。ギャオーンって言ってるだけな。ちょっと待って、命令させろ。盗賊攻撃。勇者もだって攻撃しか、あ、ラリホーがあった。こっちラリホー効くのかな。ちょっとルカに唱えたいから勇者にラリホー唱えさせて、スクルトは1回かけておこう。リリは2回かけたいけど。寝ろ、眠らなかった。ルカには、あ、効くね。 OKOKOK、 ちょっと待って、ラリホー、ラリホー、ラリホーでいこう。ラリホー、ラリホーで、メラミが効くかどうか。貫通しろ、メラミ。効かねえ、眠らない、眠らない。あれ眠らないっけ。いや眠るよ。ちょっと待って、もう一回だけラリホー、ラリホーやって、ちょっとスクルプかけ、もう一回スクルプかけよう。寝ろ。こんだけやって寝ないんだったらちょっとラリホーやる価値あんまりないな。あ、眠らねえわ。もうちょっと攻撃しようじゃん。で、ちょっとピオリムかけよう。なんとなく。で、メラミ通ってくれマジで。いけ、通らない。いやー、火炎強い。やべ、2回攻撃か。ちょっと待ってね、勇者も回復に入ろう。ホイミしか使えないけど、僧侶で、僧侶はこういう意味で魔法、違う、魔法使い回復させる意味あるじゃん。ちょっと一回そうだ、で、僧侶はこういう意味で、違う、こういう意味でケチになりこう。で、こういう意味で勇者、魔法使い防御だな、もうマジでやることね。火炎きた、やべ、よし、防御した、会話あったな。ただ攻撃、攻撃、ベホイミボール強え。でもヤマタノオロチマジで、これ前哨戦だからね。しかもで、ベホイミ防御、単体の威力のある武器を持ってくるべきだったな。やっぱり2回攻撃か、総力だったか。これしかもさ、マジックパー取っとかないとまずくねえか。僧侶のマジックパワーが尽きるとかなりきつい。いやー、火炎かよ、やべ、これ結構壊滅的だな。
僧侶で僧侶のベフォーミアちょっと盗賊にかけよう。あ、こういう下魔法使い火炎やばい落ちた僧侶落ちた。これいやーきついわ僧侶落ちるとマジできつい。え、メラミ本当に取らないめちゃくちゃ疑う。いや効かね無理だ。ちょっと防御だ。あとはもうゴリ押し。いや火炎が来た。ヒットポイント高いしこいつ。しかも盗賊がやっぱ全然食らわないのがいいけどさ。痛い火炎さえ来なければなんとかなんだ。いや強すぎだろヤマタノオロチ。マジでこんな強えの。あ死んだわ完全にやられたわ。強えヤマタノオロチこれ2戦目とか勝てる気がしないんだけど。死んでしまうとは不甲斐ないということで、ヤマタノオロチにやられたところで今回は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。